はい、あるので見るとすごく空いてるのが見えるんですけどそうこれそうなんですより効率的により再現性高くちょっと左に出ちゃうとそれが左に回転してったりすると上級者にとっては結構なミスこのねじりに対して少し傾きが入ってくるから、うん、ストレート区間作れるんですよねちょうど足との引っ張り合いで<ー>これをだからちょっと繰り返してなるほど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 なんならこれで こんにちは。こんにちは。レベル別編の続きです。今日はバックスイング。はい、まあ。一応前回からあの分けたそのレベルとしては初心者として、はい。まあ百二十までぐらい。で次初級者として百まで。百。百そうです、ね。まあ百二十から百。百。百ギリ的な。はい、でその次に中級者が百から九十。はい。九十以下でアベレージで回れる方は上級者として。はい。はい。 お話させていただきましたが、前回がテイクバックでしたね。なのでその続きでしょうか。バックスイングで。バックスイングというとどのあたりかどのあたりのこと。そうですね。テイクバックこの腰あたりまでなんで、まあそのトップって一番上のところの間ぐらいですかね。まあだからもう上げ方ですよね。うん振り上げ方。はい。まあもう振る前のその準備の。そうですね。右側の動きってことですよね。なるほど。 <あ>はい、初心者から行こう、こうかなと、はい、最後は、はい、上級者マニアックに。行ってみようかなと、わかりました。はい、じゃ、よろしくお願いします。えっと、まず初心者の方の、このバックスイングの。ミスというか、はい、よくあるエラー的なのって。そうですね。初心者の人は、やっぱり、まず上げ方がどうとかってわからないので。人に、まあ、とりあえず上げてくれって言われて、多分やってるか。 まあ、もしくは周りの人の動かしてるのを見て背中側の顔の横ぐらいまで手が上がってきて、うん、クラブが、うんまあ、よ背面ぐらいまで上がってくるじゃないですか、はいまあ、この位置を大体ゴールをイメージして、はいまあ、その中間とってなんとなく斜めに動かしていけばいいのかなっていうような。 形だと思うんですよね。確かにまあ最近はビデオも撮れますし、はい、撮ってる方も多いと思うので、なんか自分の好きな選手とかの手の位置をなんとなくまあなんなゴルフってこういう風になんかやればいいのかなみたいなイメージを感じながらやると思うんですよね。うんうん、でその時に起こりやすいのが、や、はい、そのゴルフクラブってこうやって斜めに構えてるじゃないですかクラブが。なのでこの斜めの延長線上の軌道、まあ土星の輪っかみたいな。はい この延長線上に上にがっていけばシンプルなだから極端に言うとこの斜めの位置に上げていってそれがそのまま回転で戻ってくるとシンプルなのかなっていうふうに結構思いがちでそれを結構やってしまってる人が多いかなという、うん、そうですよねなんかこうや,るやった方がなんか同じ場所に戻ってくるだろうなみたいなそういう意識にはやっぱありますよね。はいで まあこれ初心者の組み合わせと一緒なんですけどそのイメージっていうのがやっぱりフェイスが開くことに直結しちゃう,ほうこの斜め今たどってるんですけど、はい、フェイスの向きのちょっと推移見てもらっていいですか、はい、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないです、はい、うん、うん、なるほどなるほどこれフェイスを動かさずに斜めって結構こ今こうやってやればできるんですけど、はい、両手掴んでできないんですよねあな,なので斜めを意識すると必ず どこかしらでフェイスをこうひっくり返すような動作が無意識で入っちゃうんですよねはあ、はあうん、なるほどなるほどでそれが入るってことは、まあ、最初のテイクバックで言ったこの開くのがよくないっていうのをもう地でやっちゃってるような状態になるので、はい、なるほどなるほどあのゴルフクラブってこの自分が構えたラインこのラインあるじゃないですか、はい、それよりは少し縦方向にスインしなきゃいけないですよねうんまずらさなきゃいけないだから初心者の人がちょっと覚えてほしいのは、はい、クラブを立てるっていうことなんですよね なるほど。まあ、あとはもう一つはその斜めに行くとどうなるかというと。どん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 斜めに行くってことは、実はこれ。ヘッドの位置が上がるんじゃなくて、下がっていく傾向にあるんですよね。<の><の>斜めに、斜めに行くってことは。これずっと斜めをずっと続けると、下がっていくっていう、実は。上がってそうで。なので。もう一回上げるっていう動作が入りやすくなっちゃう。なるほど。うん、なので、これは。 クロスしちゃうそうクロスしちゃうとかそのオーバースイングになるとかっていうのがあるんですけど、まあととはもう,こうちょっと伸,びう伸び上がるとかっていうのがあるんですけどそれは何が原因かというとこのひねる動作が多すぎると、はい、もう一回上げなきゃいけなくなるのでこのひねりっていうのは少なくしたいと。はいまあ、という感じですよね。でそれが多いとなどうなるかって言ったらっクラブってこう背中の方に折りすぎると重たいんでこうダフってみたりとか、うんまあ、さっき言ったようにかぶってくると今度逆にはこ,この後ろ側から折りすぎて。 トップしてみたりとかいはいうそういうミスにつながっちゃうのでフェースを開きながらしかもちょっと体が不安定になるっていうあっちゃこっちゃになるほどこれが傾向ですねフェースを開きながらなおかつちょっとヘッドが逆に下がっていくっていうような傾向があるっていうことだったんですけどこれはどういうふうな意識でそうですね対策としてはさっっき言た こういうい斜めの軌道あるじゃないですか、はい、この軌道よりはこれ斜めの延長ぐらいに見えますあ今はちょうど、はい、このぐらい。としたらこれよりは内側に上がってこなきゃいいけななですよねるほどなるほど,なるほどこの角度じゃなくて、うん、その内側の角度に上がらなければいけない、はい、なるほどそれすなわち何かってさクラブが立つって言って、はい、少しあの斜めじゃなくてあの垂直方向に角度をちょっと軌道修正してはい 上げななけければいけないですよねプロゴルファーも全員ほぼ全員そうだと思うんですけど、はい、そんなにあの全部斜めに上げてるっていうよりは、はいまあ、必ず少し垂直方向にこう移動してくるっていう感じなのでなるほどこのクラブが立つっていうことを少し頭の中で理解して、はいまあ、スイングしてもらうと、はい、割とあの初心者の人は当たりやすくななるのかなっていう,、はい、う,こう立つっていうこのメカニズム自体は理解していた方がいいですか、はい、<な>そうですね まあメカニズムというよりはどうしても回転で横にいくので、はい、まあ横に動かしすぎちゃうんですよねクラブを自分の横側に横側に動かしてるうちに平らな軌道になりすぎちゃうという最終的にはゴルフクラブってこう自分の上にヘッドが到達しているようなとこから打った方が重さとかその、まあ、重力ですよねはあ、はあ、重力使って振れるのでそこはだから無理にこう立てようって思うとまたちょっとやりにくい部分は初心者の人あったりもするんですけど、はい とりあえず、あの、その、知っておいてもらった方がいいのかなっていう感じですね。はい、これ、はい、あれですね。すねスーパーヒーロー。そうですね。この線。どうですか。あ、立ち上が。でも、少し立ち上がってる感じ。うん、意外と思ってるほど、みんな斜めじゃないんですよね。まあ、これアイアンですけれども。で、次、これが多分一番斜めの人かなっていう自分から知って。さはい。この人が一番斜めぐらいの感じじゃないですか。 うん、それでもこう結構、まあ、斜めなんですけど、はい、あのこのシャフトのライン上ではないですよねこうやって中に入ってるので確かに確かにはいなのでゴルフクラブってこのライン上にそのまま上がっていくわけじゃなくて、うん、なんか僕斜めで思い出したんですけど、はいはい、あの渋野選手が結構斜めな時がありましたよねそうですねこれも立ってきているというかはい なので基本はちょっと立ってくるっていうのがあるっていうのをちょっと覚えておいてもらえるといるいかなっていう。なるほどなるほど,、はい、るほどこの立つっていうのはでもこれあれですねあの無理やりその位置に持っていくのはちょっと難しそうなんで感腰とか回すとやっぱり立てっていうのがよく分からなくなっちゃうので、はい、まずはここでちゃんと立てちゃう。 この形はもうこの立てたら固定、はい、でもう腰のテイクバックでやった角度をこう右取ってもらう、うん、そうするとこう立ったままトップの位置にくるじゃないですかはいなのでこう立ててこう回るみたいなこれをもうちょっと初心者の人はやってもらうと、うん、結構気付かないんですけど寝かせて回るになっちゃうんですよね うんこれよよくありますよね。これ意外と多いので,で、はい、ここからどう打つのってなっちゃうじゃないですかもう裏も打っちゃってますからねそうなんでだからこう一回自分で戻して打つみたいな形になりがちな、まあ、戻すかめっちゃアウトサイドからこんな人でやってくる、ね、ってことですよねうーんな,ーなるほどなるほど、はい、<laughs> 大変そうですね、はい なる,ほどなるほど、まずは立てその場で立てる立ててっていう動きを覚えてで右向いて、はいうん、でそのまま打つとこれあのー、割とスピーディーにやってもいいんですか立てる向けるみたいな、まあ、こうなんですかそのこう崩れないでこうやってやるならスピーディーにこうやってやっても問題ないんですけど、はい、割となっちゃうのはこう立てた時にこうあ<ー>ねじれが入っちゃうような感じがあるので<ー> <laughs> 立てた形のまま体の向き変えて。 まあ体の向き変えて、まあ、体の向き変えて、まあ、体の向き変えて、こうできるような形がいいのかなという感じす、うん、でこれはぜひ、あれですね、よくあの後ろからの今、ちょうどこのビューでビデオを撮りながら、右向いたときに間違って、ね、また寝かしてしまってないかっていう、鏡とかでちょっと確認はしてもらいたいですよね。 かりましたあとは立てた時に起きて立てた方が体と垂直な関係っていうのが分かりやすいので起きて立ててもいいかもしれないですよねこんな形でそこから前傾してもらってで腰を回してもらってその姿勢でこう打つみたいな形もいいかもしれないですよねもう突っ立って垂直にして直角にして前傾取ってで回す。 でそこからななるほどなるほほどど、うん、みたいな形でこの形でやってもらえば少しあの立ってるトップの癖がつくので、はい、回転の合成とかが入るので、はい、そんなに垂直に立つ人っていうのはやっぱり見ててもいないのでああなるほどね横に向くっていう勢いはちゃんと加算、はい、加算というか加わる、はい、そうですね<ー>みたいな形なのでなるほどなるほど、はい、そんなるほどみんな 意外とと立たない思うのでしっかりこの練習の時は立てて前傾取ってで右向いてそこから打つみたいな形これやっぱりあれですよね先生立ってる時と寝てる時では感じるクラブの重さがそうですね寝かして持つは結構しんどいので立てたほうがの指2本でも1本でも持てるのでこの感覚を覚えてクラブが軽くなる感じをそうですね軽い感じで打てると最終的にはチェックしなくてもあ 軽いから大丈夫って思えればいい感じですかそうですね,ですねはい。わ、はい、かりました次は初級者ですね初級者そうですね、はい、120から100ぐらいですよ、ねうん、もうちょっとで100切れるのにっていう、はい、そうですねこの辺はやっぱり打ち方慣れてきてまあ触れますよと、はい、でなんとか当たりますよっていうところなんですけど、うん、逆に小技王に慣れてきて、はい、体の回転で本来ゴルフって打ちたいんですけど よりもやっぱ自分の手とか腕の動きでうまくちょっと当てられちゃうとちょっともう器用になってきちゃってるんですよね。そう,そうですね多いのがやっぱり今度ボールを見たりとか、はい、安定感出したいとかってなると体を固めちゃうんです。 ああ固定する部分を増やそうとそううですねそうですね<ー>固定する部分が増えてまあ必要なところだったらいいんですけど大概が足とかが固定されて、はい、上半身はやっぱねじりたいっていう衝動はあるのでそうですね、はい、どちらかというとこうストレッチしているような状況のねじり方しちゃうんですよねでカメラの,の変身みたいなこういう形になっちゃうはい、はい、<laughs> 本来ゴルフってその体が回っただけで手の位置がま正面にあるって状態を作りたいんですけど。はいはいはい この手の手結構左腕がすごい伸びて、はい、後ろに奥にこう入ってるようなところから、うん、打つっていう感じが出ちゃう、うん、こうやっぱねじれてるっていう感じがしますからねそう,そうで結構負荷が強いんでねじくてあ自分頑張ってるっていう。うん、っていうこれを、えー、と自分としては直してほしいというかでこれなんで直さなきゃいけないかっていうと。 あまりにもこの腕の位置が体よりずれすぎているようなこういう顎が出た形になっているとまず一つとしては上半身が突っ込んでいくこれ,これ腕がやっぱ後ろに重量出ていくから立つのに前に体倒していかないと釣り合わなくなってきちゃうからこれがど,どんどんひどくなっていっちゃうになるのが一つと。はい 左腕っていうのはとにかくどどんどん,どん,どんこう進んでいかなきゃいけないでですよね、うん,なんでかというとクラブ持ってる一番前のパーツだから、はい、まあよく英語だとリードアームとかって言われるんですけど、はい、まあリードアームだからリードしてる腕なので、うん、要はこの人が一番後ろにいたらなんかあなそうですね持ってこれないみたいなことが起こっちゃうので。<laughs> はい あまりにも腕だけを後ろに運んでいくともうリードでできなくなくっちゃうんですよある意味もうリードさせななないようう上げ方になっちゃうもう,へ,もうへ,へばりついちゃってそうそうそうですそうで、ん、すなので、うん、まあその左腕っていうのが遅れると、うん、もうダウンスイングにも影響するしインパクトの形にも影響しちゃうんですよね、うん、まあ結局みんな手を使いたくないってこういうのダメだって分かってるんですけど、うん、腕が張りついちゃうと手しか動かないので。 確かにどうしてもこう手を使うスイングになっちゃうから、うん、手ってあれですよね腕じゃなくてこの、まあ、小手先ってことですよね、はい、なのでこれをちょっと改善したいとなるほどこれでもこなれてきてるからこそまたこ逆に初心者の方よりもそうですねが癖が出てくるみたいなねはい、はい、ね癖が本当に完全に定着する前に、はい、抜けたいところですねはいということはこれ対策としてはそうですね対策としては腕がアドレスでこう体の正面に ガッチャンとしてこう持ってるんですけど、はい、その状態がどっちかというと右に寄りすぎたりとか、はい、左に寄りすぎたりっていう傾向なので、うんはい、まあ常にこの前習いみたいな状態をまあ、キープして動けるかっていうことなんですよね。うん、なので、まあ、このさっき言ったダメだって言ってるこういう動きというのはこうワイパーみたいに体がこう振られちゃってるようなババンバってことですね。そうそうですね動きなので、うん、じゃなしに体の位置関係が 変わって腕の位置関係というのはまあさほど変わらないよっていう、うん、こういう前習いの状態が続いているような状態ですかね。これを、うん、続けられる。この動き自体クラブ持たずに今先生がやってる動きを練習するのもありですか。はいはい、そうですね。そういうイメージ感は大事ですよね。大体のその見るパターンとしては、あこういう腕だけの動きになってしまて、腕の運動量っていうのはそんなにないんですよね。これ。はい だからよくカゴを持ってこうやりましょうとかありますもんね,、はあ、あまねそれはだからあんまり左右に腕をこう動かしちゃわないようにっていうことなのでなるほどなるほどまあその体の正面にクラブを保つってことはフェイス角がこう崩れにくいっていうことでもあるのでははい、はい。手が当たりますけど右に寄ればフェイスは開きますし、ね、左に寄れば閉じすこれ先生ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、手を今みたいに右左に移動しながらフェイスの面変えないようにすることできるんですかどうにかして そうかなああ、なんかこうめっちゃ肘入れてとか。さすが、ね、<laughs> にきついですね。世間でいう長小骨だよね。あ超超<小>あ、長小骨。ああ、もう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 。<laughs> なるほどなるなる。<laughs> ちょっとこれでバックスイングしてもらっていいですか？先生、雰囲気。ああ、ちょっとこれはもうですね、<う>無理ですね。フェ<う>ースの面が変わってなくても。うん、はい。 ある程度、まあ、例えばちょっとずれたのをだからちょっと小靴とかでこう調整とかそういうそういうたら何となく分かるじゃないですか、はい、組み合わせとして、うん、だけどほとんどの人がだから今の調整できないぐらい腕がこうのされちゃうと、はい、もうどうしてもフェイスはスクエアを保てないのでなるほどなるほどなるほどどな、はい、なので対策としてはその前習えのような状態をまあ作っていきたいっていうのが。 初級者の人の課題じゃないかなとうんうん、うん、これ先生ちょっとまたあと一つ質問なんですけど、はい、さっきの初心者のところで、うん、結局のところやっぱこう右に向くっていう動きがこう加わると垂直にクラブを立てるっていうほどまではさすがにはいかないって話だったじゃないですかという、はい、ことはこれも前習いのつもりでも本当に前習いはできないんですか、はい、そうですねだから前習いにならないですよね、はい、右肘があの曲がるのではあはあはあ、はあ、曲がるってことは こっちるわけじゃないですか右側にこうやってるなるほどなるほどやっぱこれ見てて「えっ前習い」って言ってるけど全然前習いじゃないじゃんって思っちゃう人も多いと思うんですよやっぱそこはこの意識でそうですね一応ねここでは前習いって言ってるんですけど体の正面ってどこまでかって言ったらこの体側までだと思うんですよねはいはいはいここじゃなくてもこの幅の中例えば野球で言ったらねストライクゾーンってこうやってキャッチャー取るわけですよここはね取れるんですよ はい、ダーンって止められるんですよ。力がこもるから。うん、でもね、ここはね、取れないです。あ、抜けちゃいますね。うん、こう抜けちゃうので、うんうん、だからそれをだから体の力入んね、この辺りは、はい、あのどこに手あっても力入るから、はい、ある意味そこまでだったらオッケーで。なるほど。でそのさっき言ったこういうジョギーでもうここなので、うん、この前ならのまま肘曲がっても。 体の幅ぐららいに残るるかなほどこの体のボックスの中にも収めるぐらいのようのしたいまあでもただ雰囲気というか動きの構造上右に向いてる分右側に肘が曲がって右に寄っちゃうのは OK というこういうふうに見えてるからみんなこうやっちゃってるんでその見えてるものがこうではなくちょっとこっちなんだよというそうそうですねはいはいはいなるほどなるほどありがとうございます 前ならえの練習はさっきのこれ以外にありますかこれで練習法なんですけどさっき右肘の話はしたんですけど基本的にはやっぱり左腕をストレッチのような形にするじゃないですかっていう左腕の使いすぎの問題と右肘をたたみすぎるその2つなんですよねなのでこれ両腕特に右腕なんですけど両方伸ばしたままの感覚で打つ練習するもちろん曲がって OK なんですけど要は。 左腕がこう張り付いて乗っちゃう人って右腕絶対曲がってるはずなんです、はい先生。このままちょっと少し左に前前進回ってもらってす。あストップです。すげえ曲がってまあはもう本当に体の側面に全部腕が引っ付いてる感じですね、はいはい。この右肘が曲がらなければ、はい、どうですかね。正面の位置に。すそうですね。かなり移動しましたね。うん。だいぶ体の前に見えるんじゃないですかね。この辺りに。はい なるのである程度右腕をちょっと伸ばしておくっていう感覚をちょっと持って練習するといいんですよね。はあはあ、本当に前なななままちょっと極端ですけどどどるるほどなるほもちろんあの多分肘なんで勝手には曲がっちゃうとは思うんですけど、はい、自分では伸ばしたままの。 なるほど,なるほど。もうフルスイングじゃなくてゆっくり今みたいに先生が言ってみたいにもう伸ばせる伸ばしたままでいられるぐらいまで止まっちゃうぐらいまで止まっちゃうぐらいまで止まっちゃうでもありですかそうですねこんな形でなるほど,なるほどでこれまあ,あれですよね今先生も言ってた通り曲がっちゃうとは思うっていうのはやっぱりまあ普通に。 多分今のも多分ちょっとやりますね曲がっちゃってるんじゃないかなと、はい、あとあとあ曲がってます曲がってます、うん、多分そうあの曲がっちゃうとは思うんでただそのなんか無理にこう自分で逃がしてる部分をちょっと減らすことでその動きの大きさっていうのがちょっと軽減されるのでいやこれ自分が初心者だから分かるんですけど、はい 初心者というか、まあ、下手くそなんで、はい、今僕,が僕らが見てるその角度で先生がまあ向こうに網に振ったとした場合に、はいはい、こっちの映像ばっかりを見てると、はい、プロとかの、はい、へ,へばりついてるように見えるんですよ。まあそうですよ、ね、だって真裏から見たりその飛球戦が頭に撮ってくれてる映像ってあるじゃないですかあるので見るとすごく空いてるのが見えるんですけどそうれとは全然違う見え方になっちゃうんですよ 注意が必要だな。こんなことしてる人いないですからねでもこうなってるでも、こう見えるんですよあっち側から見るとあっち側から見るとね真裏から見るとでもこれさすがにこれはないですけどねなるほどなるほどさ練習方法は右をまを曲げないぐらい意識もう伸ばしたままのまあ、多分、曲がっちゃってると思うんですけど本当に。まあ、これはい。まあ、これ これはいここれみたいな形ですかね多分まあ関節と限界ところで肘って曲がるようになってるので、はい、そうしないと壊れちゃうからそうですよねただまあその曲げを強くやりすぎないでくださいということで、うん、もう、ま、曲げるとかひばりつけるってことを目的というかそ,うそれをやろうとしないでくださいってことですよね、はい、さあ 折り返し地点でございます。はいはい、次は中級者。はい、まあ中級者と言いますと100億切って90ぐらいまでの方々ですが、もうこれぐらい上手になってもやっぱり何かこう特徴とかっていうのは似たような感じが出てくるんですか。そうですね。まあ球筋とか、はい、多分固定されてくる状況ですね。あなるほど。あ持ち球誤解に一回シャンクスんだよなとか <laughs>、はい。なるほど,るほど。いや俺なんか急にラウンド中知らないうちにいきなりスライスが出るんだよねとか。はいはい。 自分のパターンがだいぶ決まってくるという。なる,なるほど、なるほど。ある意味での安定ですね。そう、ある意味のそうそう安定してくるからこそそういう傾向も見えてくるというか、うん。はいはいはい。で、そういったところで今度こうそれをまあ少しずつ解除していくというか。うん、うん、っていうところでまあその初級者の人と一緒なんですけど、やっぱり結構固定しちゃうんですよね。またこれこれでも固定。固定しちゃう。で、それが何かというとやっぱり右腕ここまでなってないんですけど、はい、やっぱ脇締めたいとかで。はあ。 この右腕をなんか固定したくなっちゃうんですよねいろんなレッスンとかそういう雑誌とかの影響なんでしょうかそうですねあとまあ雑誌とかの影響っていうよりは <laughs>、はい、あとやっぱ見た目さっき言ってたようにあその見た方がしさっき閉まってると思っちゃうのでそこもちょっとあのこう中身とちょっと違うっていうのはこのチャンネル見ていただいて、うん、少し分かってくるといいのかな固定してるように見えがちな選手ってやっぱ一応いるじゃないですか。だけど それを信じてる間は固定してないような選手の映像を見ないようにするっていうなんか謎のそれもじゃあ次の上級者でちょっと少し謎解きできるようにはまあ考えては今日動画を作ってるんですけどはいはいはいなるほどなるほどひをどちらかというと締めろよく出前持ちこういう形にしろっていうのがまあ通例というか一般的な話なんですけどあの自分はこう右肘をこう上げてくださいっていう話をするんですよねこれ何でかっっていうとやっぱり 体の構造上、右の腕ですよね、この右の腕が内旋をしていないと、はい、あのゴルフってあの、こう構えてるとしたら、右サイドがが高くなるることででパワーが出るんですよ、うん、左サイドが低くなるっていうのは、こういう状態なんで。はい これだと上にはいはい、はい、それがみんなの,そのアウトサイドインで嫌だよとかっていう話の動きになっちゃうので、うん、基本的にはあの右サイドを高くしななきゃいけないけですよね、うん、この右肩だったり右腰だったり腕もそうですよね右腕が高くならなきゃいけないと、はい、でそれをするのにまあ合理的だと思っているのがややまあ内旋してるっていう状態の方がまあ右腕の位置っていうのは高くなるんですよね当た、うん、りますけど外旋って言ってまあ外にねじっていけば はい、こうに右,右左肘がこうやって下がっていっちゃうのでそれが起こると、まあ、先ほど言ったフェイスの向きも開いてる状況が生まれやすいですし。 クラブも寝ていくっていうのもあるので、うん、この右ひじをあんまり固定すぎるっていうところをちょっと解除してほしいなっていうのが中級者に自分的に求める動きなのかなという感じです。なそれが何でまあ閉じてるとよくないかっていうとやっぱり右腕ってその高いところから、はい、その強く力を入れていかなきゃいけないので、うん、固定じゃダメなんですよね。あのフリーになってないと力入らないので力目って言ってるわけじゃないんですけど。はい、はい あの固定してたらもうあの手首しか動かないのでううん,うん,うん、うん、その先だけ締、はい、まってる絵にはなってるかもしれないけどあの腕を固定しちゃうとよくないですよっていうところですかね、うん、それがちょっと課題かなというななるほどなるほほどど、はい、そうですねある意味でそういう固定をすることによってエラーも固定されてくる的なそうですねなるほどなるほどそのあれですねエラーの頻度を減らしていきたい中級者ですね でこれで対策なんですけど対策としてはまあ今言ってた内戦ということなので<策>トップを作った時にあんまり開けろって言って嫌な人もやっぱりいると思うんで空間が空いてほしいああそう脇の下にこの脇の空間が空いてる感じもちろん自分は開いちゃってもいいということは言うんですけど、はいまあ、もしストレスがあるようだったらくっついてるんじゃなくてこの二の腕とこの脇腹の間の空間が 開くようにしてほしいですね。こんな形で。なる,なるほど。なるほど。これ、あ、もう。要するに、だから、肘が体からちょっと離れてると、ね、そういう意識で、肘が開いてるように。はい、はい。そして、勝手に脇開いちゃいますからね。これ、はい、<は>じゃ、ちょっと動画見てもらっていいですか、ね。はい。こんな感じ。開いてますよね。いや、この人も、一応、なかなか、こう、なんだろう。 閉まってるでもやっぱり肘はくっついてないんですよねくっついてないですねここの角度もね平らになるんですよ大体あ,<ー>あんまりこの右肘が左の肘より低いのはやっぱり体を起こされやすくなっちゃうので、はあ、あこの人はバックスイング低いですからねそ低いんだけど分かりますほら決して左肘と右肘の関係って逆さにならないですよ、うん、確かにほらこれ分かりますうううんうん、うんんずっと平らなんですよはい こんな感るほどねだからこれもだからここはちょっとトップがちっちゃいから見えないけどここは空いてると思うんですよ覗き込めばね覗き込めばよく見たことあります斜め後ろこの辺りからのビューがあるんですけど探せばそうすると空いてるのがしっかりと確認できますねだからくっついたりいないですよこれ見えるんだけどはいうんで左肘と右肘の関係ってこういうふうにそんなに体がでかすぎるからくっついてるように見えるっていうのもまあこの人はちょっと確かに低いですよね こんなな感じかな結構ここでパカッて上に上がるから、はい、ひ右肘高いじゃないですか左肘よりあ、うん。あ本当だこんな感じのこういう感じですねトップ、うん、なのでここをちょっと分かってほしいなという、うん、そうですね自分は感じですねこれが良かったってことなんだよね、はい、これがでこうやってるじゃないですか、はい、でポイってやって見せてくれるんですけどこうなんですよ なんでわざわざ挟んだんですかね。というだから、これも後で説明しようと思うんだけど。はい、これだから、腕をくっつけることに目的はないですよ。なるほど。なるほどうん、違うことなんですよ。だけど、みんなあのタオルのスイングを見ると。腕をくっつけて振ることがいいことだって思っちゃうんだけど、これ。後で説明しようかなと思うんだけど、上級者の話で。うんうん、このタオルをくっつけることは。これ、これの意味じゃないですよね。だから。自分の実際のこの練習はこうやってやるけど。 はい、実際この人が打つとしたらちょっとどなたかご存知じゃないんだけど自分はこうやって肘が違います、ね、めちゃくちゃ上がってる、うん、しかもクララブも結構立ってますねそう,そうですねこれ立ってこれいはいいんじゃないですかねトップも高くていい、ね、ちょっとはい、はい、っていうことなんでなるほどはいあの肘は割と体から外してもらって大丈夫というか、うん、初級者とはちょっと練習方法が違うんでしょうかはい あと配分的にちょっと左腕の運動量が多いと何ていうんですかね右肘の高さって取りにくいんですよね例えばこの右肘上がった時にこうやって持てば、はい、右肘の方が高いじゃないですかはいなんですけど左で無理やり上げようとして、はい、右肘持つと上がんないですねなんか上がんないので基本的に左腕の使いすぎっていうのもあるんですよね、うん、右腕使わずに左で使ってしまってるそう,ですそうですね<ー>なので感覚としては 左腕こうやってつまんでもらって、はい、でも右でこの左腕を釣り上げていくもう今みたいに重くて持ち上げられないんだけどなるほどなるほどなるほどこういう感覚をちょっと自分でシャドウで上げてもらって、はあはあ、こういう感覚でやると右サイドがちょっとこう高くなりやすいので,、はあ、で左はもう本当ににう,うんってこう離したらもう出るんって出るんってなってるぐらいのちょっと脱力感で。 上げるうーん上げる時に感覚としては右腕はもう胸も開いて、はい、肩も上げて、はい、高く上げてるような感じをちょっと癖づけとしてはとってもそこに左手が来るみたいな形の意識感ではいはい。 右肘が高い状態のスイングになるので。そうか、これって右を全く使わない、ね、で左だけ開けようとするとも、右手が逆、力抜けちゃって。逆にこう、さっきの。右で、左を引っ張るじゃなくて。左で右を引っ張る、こんな感じになっちゃうってことこですね。ああ、上がんないわけだ、腕が。この腕を上昇させるのって、意外と難しいんです。はい,はい、はい。ああ、だから、右が足りなかった。のかそう、だから、右サイドを使えるかなんですよね。だから、右腰回してくださいとか。うん、右。 肩を上げてくださいとか,だから全部右サイドがある程度自然にこう動いてくれるようになる必要があるというか<ー>、はい、なるほどこの左だなんだとかっていう言葉って結構あったけど中級者ぐらいになると結構左サイドの重要性みたいなのはちょっと分かってくるわけじゃないですか。はいうん、そうです、ね、<で>逆ににっちち、うん、寄りすぎちゃう うん、<で>何もかも左みたいになっちゃってそう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 ,そう右がダメだっていう印象があるのでああ右殺しになっちゃうそ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 う両方使わなきゃいけないんですなるほどなるほど、はい、ちょっとそこ注意したいところですねはいこれ先生次上級者じゃないですかはい上級者はいただ、はい、やっぱ上級者でも陥りがちな何とかっていうのあったりするんでしょうかそうですね まあ一つとしてはうまあ上手いので、はい、より効率的により再現性高くっていうのがまあ上級者の考え方だと思います、ね、そうんですけどそれをするにはやっぱりあの細かい作業ではやっぱ難しくなってくるんですよね再現性を高めるっていうのは。細かい作業って言ってどういうことですか手とか細かいところの角度を調整してるっていうのはちょっとこう再現性とはちょっと異なってくるきて感覚の世界みたいになっちゃうので確かに確かに。大雑把なな機能としての効率化を求めなきゃ いけないというか、うん。そうするにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり体幹部の動き、うん、体の大元の動きを安定させて、はい、まあこのヘッドでだったりとか、はい、手の動きっていうのはちょっと小さくしていくっていうのが。これってちょっと先生も上級者で九十以下じゃないですか、うん、ベレージー、はい、人たちでもまだ体幹の部分が安定してないことっていうのは結構あるんですか。いや、まあやればあると思いますよ。<ー><ー>なるほど。はい。 まあもうちょっと細かい話をするとどんどんな感じのことですか。はい、で、あとまあちょっと具体的にこう話をすると、はい、上手い人、あ上手いんですよ。やっぱり当たるのは、ね、当たり前ですから。<laughs> ただ <laughs> 自分が思うのに、自然にボールがちょっと右に出る人って少ないんですよ。あ、あこれドローするとていう前提で,ですか。そ,うそうド,ロードロー前提というよりはね。 少しボールって自然に打てたら、はい、0.5度とか1度とか2度とか、はい、ボールが右に出た方がいいと思ってるんですよね自分はそれなんでかというと人間がこっち側に立ってるので右サイドから来てるわけなんで、うん、自然に打つとこっちにボールが出るような確かにそうですよね、はい、なんですけど上手い人でも若干の左打ち出しで 1>,、はい、1度か2度ぐらい左に出てる人っていうのは結構多いんですよデータ取ると。はあ <で>か引っ掛けてるって自分で思わない程度あそう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 思わない程度はいはいはい、はい、もちろんそう球はまっすぐいってるような感じで,でもやっぱりその中で左にボールが出るってことはちょっとっクラブフェイスが被ってたりとか、はい、ちょっと捕まっちゃったりすると左に飛んでっちゃう可能性を秘めてて、うん、それはやっぱり危ないんですよねコース上では、うん、左に飛んで左っていうのはえなんでですかやっぱボールが転がっていく度合いが強くなっちゃうんで だ余計に飛んんじゃうんですよ、はい、上級者にとって余計に飛びすぎるっていうのも結構不具合になるのであんまり嬉しくないわけですよそうですよね距離もぴったりいきたいですからね、はい、でボールがちょっと右に出るようなナチュラルなスイングを覚えてもらった方が自分はいいと思ってて、はいはい、なのでそこをどうにかこう自然に打って、まあ、こういう機械とかで見ないと分かんないんですけどねはい、はい、機械であの取って打ち出しが何度出てるとかっていう。うん でもまあ正確な数字はってことですよね、そうですね、見ても分かると思うんですよ、例えばこんな感じがいいとするじゃないですか、はい、今見えました、この辺の。見え,ました見えました、見えました。が、なんか、まあ、このぐらいの差ですかね、ちょっと、このぐらいの差ですかね、見えない。僕 <laughs> は見えました、うん、あの肉眼で見ても、ちょっとスローでやっても、ね、ちょっとスローで、やめちょっとこうやってかぶってくると、はい、これだからいいボールなんですけど。でもはっきり言って、ちゃんと当たってますよね。そうだからちゃんと当たってるがゆえ ちょっと左に出ちゃうとそれが左に回転してったりすると上級者にとっては今ちなみに同じぐらいの力で多分打ったとは思うんですけどどだから,5ヤードぐらい出てると思まああえてフェード打ってるとかの話はちょっと別になってくるんで、はい、まあ左打ちちが全て悪いって言ってるわけじゃないんですけど。はい ナチュラルに打ったら自然にまあほぼゼロ度なんだけどちょっと右に飛んでるぐらいの、うん、まあスイングができた方がいいのかなっていうのが上級者の人にまあちょっと覚えてほしいなっていうところです、ね、なるほどやっぱり上級者の難しいですね。はい、最後、はいはい、ではそうするともうちょっと奥には想像もつかないんですが、はい、対策,対策これはもう世間で言われている側屈 側、ね、屈ですねまあ、いわゆる体が横横の動きですよね横 YouTube とかで多分聞いたことありますよね側屈ってあります僕はありますよもちろん、うん、普通に側屈って聞くとみんな体をこうやってそのさっき言ったバナナみたいにこうやって曲げるっていう動作を多分すると思うんですよはい、はい、結構説明で多分多いと思うんですけどこうなるよっていう側屈ってやってますよねこうなるのが回るんだよみたいな話だと思うんですよみんな側屈って聞くと、うん この側屈って、まあ、この自分だとこのぐらいなんですけど結構柔軟性がいるわけですよ普通の人って側屈って日常生活ほぼ使わなないですよ。そうなんだ、うん、だから野球やってたりとかテニスやってたりとか、まあ、卓球とか回転系の種目やってる人は使うから、うん、少し普通の人よりは俺ルフ始めた時にやりやすいっていうのがあるんですけど、うん、日常でではほほとんどど使わわなないわけですよ。なるほどねで。そういう人たちにいきなり「側屈なんて言ったら体が腰が砕けて怪我すると思って。 んか僕のちょっと素人なりのイメージでは「側屈、はい」って,って言われてしまったせいでうまくできなくて、はい、なんかそれこそ腰のスウェーにくくなってギクってなってみたりとか今回上級者っていうところだから、まあ、ある意味話しやすいというかあなるほど確かにレベル別だからです、ね、ですレベル別だからっていうところでは話しやすいっていうところで、うんうん、でもまず側屈の強度というか、まあ膝ついてもらって、はい大体ワンポイントこれ。 はい、で2ポイント、これ、はいで。最後はひら、うん、まあまず横でこのひらがつくかぐらいの自己判断でいいですあ<ー>っていうのがまあ判断としてはまずその体の側屈具合体が側屈するっていうところが上級者に必要でそれなんでかって言ったら<ー>回転だけしてたらどうなるかって言ったらこっち飛びません確かに最終的には。<laughs> 普通 こっち飛びませ、ねん,ん,うん。なので、うん、ゴルフスイングってその回ってるときに…横に振ってるように見えますね。こう入ると、剛性がつくんで、こっちに飛ぶ剛性がなくなってくるんですよ。意味わかりましたなるほどなるほど。無しだと、やっぱこっちなんですよ。うん、か。 ちょっと回転あれでもうまくもしたまたまフェースがまっすぐ当たったとしても、はい、このクラブの軌道的にちょっと横に擦りがちになっちゃいますね。そうそうなんかうそうちょっとミスっうそ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 にそうそうそうそ、ん、うそうなうそ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  <laughs> うそ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 、んね、うそ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 、ん、うそ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 トそう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 うそ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 ううう 左行かない方向に調整できる, <laughs> るっていう反面もありますし、はい、あとやっぱその脇腹の力って結構強いのであのそれ飛距離にもつながる側屈の動きでそう側屈の動きで、まあ、<ー>自分なんか野球やってたからあれなんですけど野球もその側屈があった方があのパワーが全然出るので野球ってどんなとこでそういうふうにやるんですか外人の人なんかあー 準備の時点でだから外国人の方がそれが強い日本人の方がどっちかっていうと足とその上を使ってこうこういう間伸,び間伸びした使い方するんですけど、うん、外国人はどっちかっていうとこういう。<laughs> えー、なんかちょっとせっかちな感じですね <laughs> まあだリズムがすごい小刻みだよね、うん、メジャーリーグの方がマウンドも硬いからあの投げてくる間合いも早いからあんまりこうなんか揺らいでる時間ないというか日本の方が足を上げてこう結構スライドするから、うん、バッターもこうやってちょっと,ちょっとこうできる時間が長いっていう感じかななるほどなるほど、はい、このソックスなんですね で、まあ、その、要は側屈が入った方が上級者はいいですよっていう話で、今なんとなく分かってもらったと思うんですけど。今度、その、でも、みんなやりたいと思っちゃうじゃないですか。中級者も多分。見た目的にも、やっぱ、こう。<で>っぽいなって感じ。そ,そ,そう、そで、もう、今のやってもらって、多分、みんな硬かったと思うんですよ。はい、でただ、正しい側屈、自分が思うのは。肋骨が。下と上で、ちょっと分けて考えてほしい。<な>で、下部肋骨11、十一、十二番、あの、浮いてるんですよ。 しかもこの下内臓しかない場所なんでみんなこの柔らかい場所は動きやすいですよねだからみんなそこしか動かないから届かないここねなのでまず側屈のイメージを4か所5か所考えなきゃいけないまず今使ってた脇腹一緒にやってもらえば分かるんです脇腹それとあとこのみぞおちのあたりであとこの胸のあたりでこの鎖骨の中心点のあたり うん、そうすれば結構曲がるのでなるほど多分結構曲がると思うそうすれば、うん、だまずはその4つぐらいの,その全部をちゃんとこうやって反らなきゃいけないっていうのを考えてもらってまあ体ちょっとまあこう体操とかしてもらってこの体操って意味あるんですねやっぱりこういう動き必ず入ってますから,から、まあ、自分結構好きなのはこうやるのが結構好きというか、うん、こうやってやればはいはなるほどなるほどじゃストレッチはこれで OK で。うん どうしてもこう下げていくとここしか伸びないですよねやっぱりさっきの話じゃないですか、はい、なので側屈でってどっちかっていうとこんな感じの動きですかね胸がが上上に上がっていくいそうですねだからこの鎖骨とかのこの上の部分が上がるから、うん、であと足もちょっと上がるみたいな感じ足が,足が上がると簡単にこれ膝の横までついてるの分かりますななるほどなるほほどど確かに,確かになので うんなるほどこうこうじゃなくてんか足と連動してこうんかこう左胸と右足が離れていくみたいな感じでそうですね前の動画じゃないけど足浮かしてっていうのもこれもんかねみんながやるのはこう曲げたいからってやるとやっぱり体にすごい負担かかっちゃうのでまあ前のじゃないですけど どっちかというとだから足とのあれなんですよね行き分かれの方が大事というか<ー>さっきのタオルの練習で、はい、まさにその側屈が必要で、うん、要は腕を固定する練習じゃなくて腕を使わないようにすると他のとこ使わなきゃいけないからそっちを鍛えてると思う自分は<ー>だから腕を固定してでも側屈があればちゃんと届くでしょっていうような感じなんですよだから初心者の人にはあんまり向かないですよタオルの練習 脇締めるためじゃないから脇締めめるためってもう思っちゃってますよねだから脇締めるわけじゃなくて腕をこうちょっとホールドなんていうんですかこうやってホールドしとけばなんかこうやってホールドしとけば少し側屈とかの要素で打たないとこうやって打てないからそういうためだと自分は思ってるだからさっきの人があとこうやって外したら普通に肘が上がってたのは多分そういう理由。 だから肘,肘を下げるとか、はい、そういう目的じゃないってことですそねプロの選手とかでも、はい、p g a とかの、はい、テーラーメイドとかの動画でんかこういうのをやってたりするんですよそれこそコリリン・モリカワとか、はい、それをだから見たまんま捉えるっていうよりは自分は今みたいな感じに捉えた方が、うん 説明がつくなんて。そうですね。よく分かった。なんでそれをやってるのかまでは細かく説明してなかったんで。そう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 なんかき締めるって思っちゃってました。そう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 。だから、自分はそういうふうに今回の動画で思ったから、まあちょっとどうでしょうという。はいはいはい。なるほどなるほど。はこれただどうどういう風にややればいいんですかね、先生。この挟挟むのもそうですね。挟むのはまあちょっと難しいんで。はい。あの挟むのよりまずはですね。 でこれはですねまずはもう手を離したスプリットハンドでちょっと素振りをしてほうでもうヘッド持っちゃっていいですよねえそんな遠く遠くもうスプリットとかじゃないじゃないですかもうこれでこうやって振り上げていくとほうどうですかね勝手に確かに遠いからかなそう遠いからで割と上に上げちゃっていいですねで反対は今度この天地反対でほうこういう素振りをまずして う結構やっぱみんながやっちゃうのはこういう素振りおなんかちょっと違う動きに見えます、うん、違うスポーツに見えます、ね、こういう動きをやっぱり結構やっちゃうのでなのでお確かに確かにまずはこの縦、うん、まあ縦ってほどじゃないですけど当はこは横の動きなんですけどね、はい、なんだけどちょっと縦って表現されるのかな うん、うん、本当はだから横の動きなんですよそ、うん、屈くつってこうただこの回ってるからちょっと感覚的に回るというか向いてるから変わるんですかね、はい、確,か確かに確かに確かにこっちの方がむしろ分かりやすいかもしれないですこあの横の動きだっていうことがうん、うん、これまずこれをやりましょうとはいっていう感じですねこれまずエクササイズで次はこれができたら、はい 足との連携でできるので、はい、足が上がった時にこうやっぱ引っ張り合いがあるとその側屈ってできやすいんですよね、うん、なのでボール構えていただいて左足を右足に寄せるで出す時に上げて上げる時には左足出す,出すうん上げる時に左足出すとちょうど足との引っ張り合いで<ー>これをだからちょっと繰り返してなるほどなるほどなるほどなん、はい、なるならこれで 打っちゃってるというか。うん、な,るな,るなるほど、なるほど、なるほど。いつものアドレス取ってる位置の右足に左足を寄せ。はい、寄せ。はい、バックスイングの時に左足を。出す。はい。はあ。でこの時にちょうど。できるので。あ左足が踏ん張ってると。こういう側屈って言って、ただの傾いてるだけになっちゃうので。なんでもうだう、側屈っていうか、膝屈してましたね。そう、そう、そうですね、はあうん。そうなんですよ。 なので、出した時に。なるほど。はい。なるほど。なるほど。うん。こう、あれですね。でも今見てて。はい、まあ、画面上、先生の頭の位置。というか。はい。体の位置はなんとなく残って。足が出てますけど。はい、さっさと左足に乗りに行っちゃったら、大変ですよね。そう、そうです、そうん。これじゃできないですよ、ね。これもね、結構難しいのは。この釣り合いがちゃんと取れるかが、結構。うん<ー>。だから10で。腕の位置が、こう、移動するのと、足の出すのを。うん。こう、うまくバランス取れると。 ああ、なるほどね。なるほど,なるほどこういう結構ねそうすると強く軸ができるこれがもう左足に落ちていっちゃったらダメですよねそうですねこれが、うん、なっちゃうと、うん、はい、確かに難しいドリルですね、はい、でこれは、まあ、まあ打てそうだったら打っちゃってもいいとあそうですね打てそうだったらなんかこう後ろ立ってちょっと踏み出したらこう打ってもらってはい 分かりました。どうでしょう？これは難しいですよ。先生、はい、だけどよく見えました。この側屈というか、かま,まあ自分は今回言いたかったのは、その側屈をあんまり勘違いしないで、もうちょっと細かくやれないとちょっと危ないよ。っていうのとうんそうですね。はい、特にこのレベル別で今今日やってるんで、はい、あれ？ 少し安心感ありますが、はい、ちょっとこう身を見張れでやっちゃって、こうがギクってなっちゃわないように。だからもう一回側屈で悩んでる人なんかは、うん、まあ今の話をちょっともうちょっと踏まえてもらう、もうちょっと細かく質よくできるかもしれない。うん、これの状況でこうっていうのは、うん、ちょっと側屈じゃなくなっちゃう可能性が、うん、まあありますよっていう。たぶん。倒れちゃいますしね。はい、確かに側屈はもう YouTube あってる方は絶対に一度はやっちゃってるので、耳には,ね、はい。 なのでちょっとこうあれなかなかうまくいかないなっていうもし今ここまで見てくださってる他のレベルの方がいらっしゃれば気をつけててくださいっていっうのも踏まえてソックスですあ一応このちょっとテレビ番組急に長い動画を最近配信してるのでちょっと最後にまとめがないとせっかく見てくださった方にもうちんぷんかぶっちゃいますので一応まああれですね手短に、ね。うん まあ、斜めに上がりすぎないように、はいまあ、クラブが上がっていくうちに立てるって感じですよね、はいうん、で初級者の人はやっぱり腕がずれやすいから、はい、せっかく斜めにし,しないようにしててもクラブが開いたりっていうことがあるので、まあ、斜めにしないようにかつ右腕を曲げないような意識で前習いの状態、うん、体の正面っていうのを倒しながら立てていくような意識でさらにかつ中級者の人はやっぱりここから固定に入っちゃうので。 こう固定ってなるっていうよりは少し右サイド右肩だったり右肘だったり右腰が高い位置に来るような状況を作れるような上げ方、はい、それには右肘が少し高い位置にこの左肘より右肘の方が高い位置に来るようにしてくださいと、はい、でそこから上級者の人っていうのは、まあ、回転だけしてると球がこう左に飛んじゃうので、はい、まあ少し側屈っていって体の横の動き、はい、横の動きが出た方がボールが。 飛ばしたい方向もしくは若干の右に飛びやすくなるので、はい、まあ上げる時に側屈が入るような形をとってまあスイングしてもらえばボールが安定して出やすいですよとスイングも安定してしやすいですよというだからこう一つずつなんかこう順を追って今話聞いてるとやっぱりこういい球を打つためにはこう手順がやっぱありますね。そうですね後ろから行っちゃ 絶対うまそっからやってあれやって最後になんとかみたいな,、ね、なんか最後にこう <laughs> このまとめとして今ちょっとレベル別とは言ってますけど、はい、こう長年ゴルフやってて本当に安定していいスコアで回れてる方も一番最初から見,<し>あの見直すじゃないですか初心者のやつも流れとししてて基礎を見直していく感じですよね、うん、こういうふうにやるべきだから初心者はこう気をつけてこうと、うん、やっぱ基礎練大事ですからね。 基礎的ななことなんでん今でも大丈夫なのかってやっぱ常にご確認し続けるっていうのが上級者っていうところを維持する、はい、あれでもあるとは思うので是非皆さん一個一個、はい、チェックしてみてください。はい、ということで。チャンネル登録